PK 予選対決です。試合が終わりまして、プロトライズチームとして予選から PK に参加します。 PK 対決に対する意気込みは高木社長聞きますか。キーパーなんで。あ、キーパーになったんですか。そうなんですね、はい、全部飛びます。お高木社長だったらいける。いけます。左しか飛べないから、左しか飛べないから右チャンス。ひろきさん、はい、先ほどからずっと子供たちと遊んでらっしゃって楽しそうな姿を拝見してたので、意気込みを。いや絶対負けないです。絶対に優勝します。ひろきさんのは止められる。え、全然止められます。嫌だよな。余裕ですよ。プロトライズチームはきっと決勝戦に残っていると思いますので、ダイジェストどうぞ。高校です。キーパーお願いします。キーパー太田さんです。太田さん入ってます。キーパーやすい。でかいな。届くわこれ。頑張れ。止めてください。いや止めるぞこれ。止めてください。太田さん、おー太田さん、ナイス。だいぶ楽だわ。だいぶ楽だ。マナちゃん切れるかもよ。切れるわ。切れないよ。マナちゃん切れるわ。山岸さんが外すかもしれないじゃん。山岸さん大丈夫よ。山岸さん頑張って。120キロ、120キロ。いやいや、結構強え。結構ドン。結構すごいとこ。よし、いい駆け引きだ。そういうプレー見せなめられてましたからね。よし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 。さあ決めちゃおう。ここでうわーうまい。でも無理ですよ。うまいうまいうまい。だってマナが出たらナイスナイスナイス。外してもまだ平気だから。ちゃんと映っとけ映っとけ。いやいいね。でも触ったね今キーパー。決めないでいいよ、決めないでいい。すごいね、向こう本格的な。止めよう止めよう。止めて。おー、うまいね。やばいかもしれない。うまいわ。うまいうまい。ね、これじゃ決めたら勝ちだよ。え、これこれで負けたらどうするんですか。いや負けじゃない。俺外したら大丈夫だ。いや、いや、いや、マナがやろう。おかしい。マナが決めればいいんだよ。うまい。すごいすごい。また止めてよ。頼みますよ。キーパーにかかる重圧も出てくるよこれ。止めてください。止めてください。止めてください。うわあ！呼んだけど。外さないのね。頼みます。頼むよ。負けらんないよ。すごい接戦。あ、重いからほら。初の狙えなくなっちゃう。だったな。
なんか安定も安定して全部あそこ、ね、だって止めるしかない、止めるしかないんだよな。意外とね、いいコース蹴ってるよ。でもすごいな、ね、いけいけ、わさ頼む、止めてください。おお、助走長くねえか、おい。おお、もう一体大本さん一体一ましょう。まさかもう一体片付けてください。まさ大丈夫よね、外さないよね。わー勝った大丈夫よね、外さないよね。わ決勝まで行くって言っちゃったんですよ。でも負けちゃったんで、すいません、もう一回もう一回お願いします。あららららよろしくお願いします。お願いします。嫌です、無理嫌ですって言ってた。長い、長くない、もう誰か何か言ってよ。いいですか、いい、いい、ありがとう、しょうがない、ありがとうございます。ありがとうございます。これみんな勝てなかったというわけで、勝てなかったら認める。最終戦プロトライズ頑張ります。お願いします。本当の決勝戦ということで。ええ、それはよくわかんない。大人やな、大人やな。次は負けないでください。もう一回言っときます。行きましょう、行きましょうか。これもし負けたら 1.5 年分に変えます。おお、俺はでかいじゃねえか。じゃあ2年分にしましょう。これだけで大きいぞ。でも勝ったら 0.5 でしていい。OK。 これ止め、あ、これ切って止めて、止めてくれたら、ね、確かにもう終わります。そう、うまーい、それはうまい、うますぎる社長。素晴らしい、力抜いたっすね。力抜きました。いや、さ、まあ本当は最初からこれやろうと思ってたんですけどね。8個いかなかったって。リアルに足痛いっす。リアルに、リアルに足痛いっす。1本目です。マスターお願いします。わー、でかすぎる。来てる、これは大きい。一人でリベンジしてるわ。一人でリベンジしてるわ。もうバレてんじゃない、全部右だから。おお、危ないけど今待って2対0。じゃあ俺行くわ。プロトライズのために蹴ってきたんですよ、さっき。でもこれオマ止めたら
うわじゃあ山口さん、消えたらあっち行きましょう。あっちの角まで走り行きます。そこあっちしようとしたお前、お前決めたらあっち集合だって。じゃあ2回連続は負けらんないからね、本気でいくよ。ありがとうありがとうおい、来い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 、一緒に。違う、やめてください。そのパターンがあるの？そのパターンあり？最後まで付き合ってくれたからポカリ2年分送る。わあすごい、ありがとう。みんな素晴らしい。よしよしよし、ナイスナイス、最後ね、よかったね、素晴らしい。はい、皆さん今日はありがとうございました。あの最後ね、PK が PK はね、あの我々が勝ったんで、またねみんなリベンジしてほしいなプロになる人たちってすげえ勝負こだわるんだよね。絶対勝ちたいっていう勝負こだわる。ああいう遊びの PK だったとしても絶対最後は勝ちたいっていうこだわる。そういう気持ちってすごく大事だと思うので、練習の時でもね、この1対1の勝負とかシュート決めるぞとかね、そういう気持ちはね、常に持ちながら、ね、これからも一生懸命頑張ってください。はい、ありがとうございました。プロトライズ第1回目の大会が終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。第1回目を終えていかがでしたか？いや、良かったっすねいや、良かったですよ。すごい良かったですよ。なんか自分が小学生の時サッカーやってた時って、あんなボール回してたかなとか、キーパーからボールをつなぐみたいな、なんか J リーグ見てるかのような、なんかパス回しとかだったんで、すごいレベル上がったなと思いましたし、いや PK 大会も PK 大会だけど、ね、PK 大会です。PK もみんな上手くなってるなと思って。すごかった。私も練習混ぜていただいたんですけど、すごいパワフルだったりとか、計算してたりとか、チームによって色が全然違くて、そういうのもめっちゃ楽しかったです。最後プロトライズが大人げない試合をされてたのはまあやっぱ YouTube の尺とかも考えるとあれが妥当な結果だったかなと思うんで、いや計算通り、計算通りです、はい、第2回大会ももう決まっておりますので、このまま引き続き楽しんでいけたらいいですね。はい、子供たちのためにはすごいなってると思うので、はい、そういう場を伝え続けられればいいなと思います。はい、私もそう思います。監督さんも喜んでくれたし、そうですね、親御さんもたくさん見に来てくれて、すごい人数ですね、良かったですね。バーって言いましたもんね。いや、ただ寒いですね、夜は次はちょっと昼にしてほしい。めっちゃ寒いね。間違いないですね、間違いないはい、というわけで第1回大会の模様でした。引き続きプロトライズチャンネル、そしてプロトライズの大会なども応援ご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。プロトライズチャンネル、いかがでしたでしょうか？チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。